皆さんこんにちは。今日も元気もりもり森本玲奈です。ということでですね、ただいま寝起きで30分ぐらい経ちました。すっごい目パンパンなんだけど、ちょっと待って、クマかここ。最近私失恋をしたっていうのをバンバンザイの方で動画出したんですけど、それで久々にこちゃんも撮ってないし、その気分に乗っ取ってちょっとバカ食いをしようかなと思いました。ということで今お昼になったんですけど、ちょうど12時前でお腹空いたのでご飯を食べていきたいと思います。ウーシマコーヒーみたいなの飲みました。最近とてもね食欲が止まらなくてめっちゃ食べます。ナポリタンを食べないと思います。これ美味しそう。なんか起きた瞬間にあナポリタン食べようってなってナポリタン食べると思う。ピザトーストも飲んじゃった。絶対食べきらへんけど、でも買ってしまいました。ということで食べていきたいと思います。いただきます。食欲がやばい。でも最近体重減ってるんだけどね。ピークいつだったっけな。ピークの時から多分4キロぐらい痩せた気がする。何もしてなくてストレスだったんかな、なんかがずっとその時と食事は変わんないのよ。いただきます。最近罰ゲームでネイルが今ストロングゼロなの。最近さ、それこそ失恋したって言ってたやんか。多分これを見て初めてルアが失恋したって知る人おると思うんだけど、だから好きになったらさ、とことん好きってなっちゃうタイプだから、いいお方でした変な感じで終わるとかなくて、お互い好きなのも好きだったのね。でもやっぱりさ、本当にいろいろあるじゃん。ここは許せて、ここは許せないとか。で、それを向こうも思うことあったし、多分こっちも思うことがあって、本当にいい恋愛をしてました。泣きました。めっちゃ泣いた。その方に言われたのが、お前は絶対幸せになれって言われた。入って。結構ね、男運悪いんです。悪いというか、どういう人が合ってるのかが分かんないんですけど、引っ張ってくれるような大人の人と出会えたらいいなと思います。ルナ今までの恋愛って、すごいお母さんになったの。ご飯とかもさ、作れるからさ、その人がもう家にいて、買い物とか全部ルナがいて、で、ご飯を作ってくれるのが当たり前みたいになって、洗濯もルナがしてとかも、全部が当たり前になったのね。いつもの恋愛は女性として見るんじゃなくて、もうお母さんみたいな感じに見られてたの。それが結構ダメだったらしくて、でも初めて好きだった人にはなんかちゃんと素のままいけた。多分ルナって結構素はわがままだと思う。でもわがままだよね多分。でもね、その人のね良かったところがね聞いてほしいんだけど、例えばお仕事終わりました、どんだけ遅い時間でもお迎えに来てくれてた。家が遠かったんですけど、仕事終わるのが12時とするじゃん。で、向こうが朝の5時からお仕事とするじゃん。それでも家が1時間ちょい離れてても会いに来てくれてたんですよ。そんな人今までいなくて、おーっとなってたけど。でもね、ルナ分かったよ。ルナの好きなタイプって自分をちゃんと持ってる人が好きだわ。ダメなとこは本当にダメって言ってくれる人の方が好きです。何の動画だこれ。ナポリタン甘すぎてやば。この間さ、ゴルフ行ったのね。めっちゃ良かった。順調でした。2ヶ月ぶりぐらいに行ったよ。最近バタバタしすぎてて、2ヶ月ぶりぐらいに行ったんだけど、バンカーってあんのね。そのバンカーに入んなかったら、ルナもっと点数良かった。その時ちょっと悪かったんだけど、そのバンカーがやれてたら、ちゃんと絶対行けてたと思う。あれやってみたいんですよ。なんか、ゴルフの話になって申し訳ないんですけど、例えば4人チームで行くとするやん。で、4人で同じとこから打って、一番飛んだ人のところから、もう一回みんなでやって、みたいな。それで、他の相手チームと競い合うね。4人チームでやるんだけど、わかる？言いたいこと。もうそれがしたくて。ピザパン食べてみるね。うん、おいしい。おいしいわ。コーヒーを持ってきました。乾杯。コーヒー出てもほぼ牛乳ブラック飲めなくて私まだ。ということでここで皆さんから最近の失恋のエピソードとキュンキュンするエピソードを募集したので、ちょっとそれを見ながら一緒にキュンキュンしていきたいと思います。男の人に慣れてなさすぎて美容院で髪洗ったりドライヤーしてもらってるだけでキュンキュンしちゃった。
おお、でもこれあるかも。全然あのルナは美容院でかっこいいと思うとかそんななかったんですけど、普通に一般から見てなんかまあかっこいいなって思う人だったんだけど、その人がちょっとチャラくて、聞いてほしいのチャラかった話があって、美容院行ったんですよ。美容院のシャンプーする時ってさ、タオルでメイクするじゃん。いつもねシャンプーをしてくれる方がいて、ルナについてくれてる人だったんですよね。寝転ぶじゃん、目つぶってたら、なっちゃんって言って、ノリやと思うけど今日このタオルなしで行くみたいに言われて、なしですかって結構気まずかったから、なしだったら結構あれなんでつけてくださいって言ったら、なしだったらめっちゃ顔見れたのになって言われて、嘘だよって言って頭ポンポンってされたの、えみたいな、おーってなって。ルナ別にその時好きとかなんもないのよ、その人に対して。で、なんもそういう異性の目で見てなかったし、髪の毛をしてくれる人だったからなんもなかったんだけど、そういうことがあったの。ルナもそれすらドキッてしたから、多分するよね、結構あるんじゃない、みんな。彼女が可愛すぎて困ってます。それはもうお幸せに。自分の彼女がもう可愛すぎて可愛すぎてって思えるあなたは本当にすごいよ。でも最近思うことがあって、好きなんだけど求めすぎるのもダメなのかなと思いました。難しいよね、恋愛ってさ、どこまで求めていいのか分かんないから。2年付き合ってた彼氏、付き合ってる間彼氏らも他のと同じ家に住んでた。ん？同じ家に住むってさ、そっちが本命やったとかじゃなく、じゃなかったら結構マジのキモいやつじゃない？無理なんだけどそれ。え、でも2年間気づかなかったの？そんなバイバイしちゃってね。大好きだけど尽くされすぎて人間としてダメになりそうだから分かるよって言われた。本当に思うのは尽くしすぎはダメだと思う。ルアも尽くしたことあったけどダメだった。相手がダメになっていった。お互いのことを思って尽くしすぎはダメだし、女の子はちょっとわがままぐらいの子が一番いいって聞いた。分かんないけどね、わがまますぎても言われるし。インスタラインブロックされた。思うねんな、ルナは別れてからブロックするとか絶対ないから、なんでインスタまでブロックするんだろうって、なんかそんなさ普通の人としてさ接しられへんのって思っちゃう。別れ方の原因によるけどさ、それが浮気されたとか浮気したとかやったらあれやけど、ブロックするんかなって思っちゃう。 LINE めんどいって言われた。 LINE さめんどくさい人多いよね。ルナは今までまあこまめに連絡してくれる人が多かったし、そういう人が好きだったの。今から何々してくるねとか言って、連絡少ないとなんかうんってなってしまう。1分おきごとにしてほしいとかそんなもんないけど、 LINE ぐらいできるじゃんって。 LINE は結構こまめにしてほしくて、当時ね既読無視してくる男性がいたんですよ。その人は悪気ないの、なんて返そうって考える人だったんだけど、結構既読無視するよねって普通に言ったらさ、 LINE の連絡を続けることが結構難しい人だったらしくて、もともとでもそれ言ってから毎日ずっと続けてくれてた。彼の職場の上司先輩後輩に堂々と自分の自慢の彼女ですって紹介してくれるの。今日これいいな、自分の彼女ってさ紹介してくれたらさ、なんか嬉しくない？遊ぶ人ってさ絶対隠したがるじゃん。ルナは紹介されると嬉しいってなっちゃう。横こいて手引っ張られたこと。例えば飲み会とか行ってて、自分の気になる人が座ってるとするじゃん。どこ座ろうと思うんだけど、こっち、ここって言われて、こうガンってやられたらさ、キュンってこない？もうその瞬間、あーってなっちゃう。いいのってなっちゃう。好きな気持ちはあったけど、その人との結婚を考えられなくてお別れしました。中学の時とかの恋愛ってさ、その場が好きだったら付き合おうみたいな、結婚なんか一切考えたことなかったじゃん。やっぱり考えるよね、大人になっていくと。19ぐらいで結婚して早くお母さんになって家族で一緒にいたいとかあるんですけど、でも結婚を想像した時にできない人っているじゃん。価値観が全然合わないとか、そういうのになるとお別れするって人多いかもね。ルナは最近思ったのが、もしいざ自分の好きな人が、自分がね女の子の日になるとするじゃん。コンビニに行って生理用の物を買ってきてほしいって言った時に、買ってきてくれる人なのか、それがプライドがあって買ってこれない人なのかみたいな、そこをちょっと考えてて、買ってこれない人っているのかなと思ったら、まあいるじゃん絶対にね。それこそ本当にお願いって言って、え無理って言われたら本当にショックだもん。だからみんな、あの外見が良くても、どんなに一緒にいて楽しくても、そういう時にちゃんとしてくれる人と出会いましょう。はい、ということで、あのちょっと喋りすぎたので、今日はいつもよりちゃんと動画を撮ってる気がします。ということで、よかったら皆さんチャンネル登録の方お願いします。失恋しても、あのそこが終わりじゃないので、自分磨きに力を入れましょう。ということで、当時連絡を取ってくださった方、お幸せに。バイバイ。